ハムカツはハムに衣をつけてあげた料理。惣菜店、肉屋で売られる。洋食屋で供されることは少なく、定食屋や居酒屋で見かけられる。コンビニエンスストアの拡大以前からあった昼食の商品の一つ。ハムカツハムカツは切ったハムに小麦粉、卵、パン粉をつけてあげたカツ列である。ハムを薄力粉、溶き卵、パン粉の順にまぶす。または、 卵と小麦粉をあらかじめ混ぜた液にハムをくぐらせ、パン粉をつける。これを170から180度の油で揚げて、調理したものである。ハムは厚切りにすることで、ボリュームがマストされ、薄切りのハムを重ねて調理するときもある。卵と小麦粉を混ぜた液には塩、胡椒で味付けするときもある。また、ハムにはガラシやマヨネーズなどで下味をつけて調理する場合もある。 ハムカツは、ハムカツの語呂合わせで、北海道日本ハムファイターズのファンの間では、原カツギの食べ物として浸透している。2016年の日本シリーズで、北海道日本ハムファイターズは、広島東洋カープと対戦したが、対戦チームとなったカープの本拠地、広島では原カツギのためにハムカツの販売を一時的に、中止したり、ハムシャカツ、またはハムクイを販売した。 飲食店もある。ウィキメディアコモンズにはハムカツに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。